ヘブリデイ。茨城に暮らす普通の女の子を主役に、茨城の身近な風景をロケーションにして、茨城在住のクリエイターが作るフリーペーパー茨城美少女図鑑。この番組はそんな茨城美少女図鑑が送る茨城で暮らす女の子のごく普通な日常を写真と映像で紹介する番組です。普通の女の子の普通な日常、エブリデイ。今回のエブリデイはこれまで出演してくれた女の子たちによる特別編。同年代の3人が集まって恋に夢にガールズトークをしちゃいます。地元を離れようと思ったことはありますか？就活を始めてもしかしたら離れるのかなってふと。寂しくて一人暮らしができないと思います。じゃあこれからもずっと住んでると思います。最近ハマってること、韓国のパック。個人的にカタツムリはいいと思います。匂いとか全然ないですよ。本当ですか？私も韓国のパック使ったことあるんですけど、超やばくて。ますます盛り上がってきた様子の3人。今回はどんな話が出るのかな？美少女図鑑に出ての感想は、撮影とかも普通にお客さんとかいるじゃないですか。すごい恥ずかしかったんですけど、なんか特別な一日だったと思いました。自分のやつ持ってますか？美少女とか。 あります。いや、自分で見るのは恥ずかしくて。わかります。確かに親とかが2個ぐらいもらってきたりとかしちゃって、見ようと思っておばあちゃんに見せたりとか。私大学でなんかサークル室に置いてあって、ちょっともうやめてくれって。女子会ってやっぱします？あ、したりします。女子ばっかりの環境で来たんで。むしろ男の人がいることの方が少ないですかね。どういう話します？やっぱり恋バナじゃないですか。ですよね。こういうメールが来たんだけどどう返したらいいとか。片思いの時が一番楽しいですよね。わかります。あ、あんなメール送っちゃったよとか。何回もセンター問い合わせとかします。来てないかなとかも。あ、多分携帯調子悪いんだっつって連続でやっちゃったりとか。あの、ちょっと気になるんですけど、別腹ってありますか、みんな？あります。なんか私ないんですよ。本当ですか？別腹って何？犬のなんかスペースが そうなんですよね。こういうなんかデザートを見ると急に出るんですか？はい、女性は別腹ができるんですって。そうなんだ。じゃあもしかして女子じゃない設定？いやそれはそんなことない。それはない。将来の夢ってありますか？看護師になるのは夢だったので、あと何日かしたら合格発表が分かるので、もし合格してたらちょっと夢叶ったかなって感じ。今美術やってるので、できればなんかこう物を作る系、ちょっとあんまりはっきりしてないんですけど。子供が好きなので保育士の資格を取りたいなって思ってます。いいですね。初めてこの3人で女子会でしたけど、すごく楽しかったです。また機会があったらやりましょう。はい、ぜひ。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。たくさんいろんな話をした3人。すっかり仲良くなれたみたい。3人による女子会も、これでおしまい。エブリデイでは、これからも、茨城美少女図鑑のモデルの日常を紹介していきます。本誌だけでは伝わらない美少女モデルの日常の一コマをお楽しみください。エブリデイ。